ジョディ・フォスターは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、映画プロデューサー。1988年公開の、告発の行方と1991年公開の、羊たちの沈黙で2度アカデミー主演女優賞を受賞した。カリフォルニア州ロサンゼルスにて、4人兄弟の、末っ子として生まれる。生まれる前に両親が離婚したため母親に育てられた。その後、 父親は中国人と再婚。腹違いの妹、エイミー・フォスターがいる。役者名のジョギは彼女が母親のお腹にいる時から、ケイシたちが呼んでいた愛称である。二人の姉、ルシンダ、コンスタンスと兄・ルシアスがいる。8歳から高校時代までロサンゼルスにあるフランス人学校のリセ・フランセド・ロサンゼルスに在籍し、バカロレアを取得。 卒業後は、ハーバード大学、コロンビア大学などの複数の名門校に合格し、イエール大学に入学した。アメリカ文学を専攻し、トニ・モリソンの論文で優秀な成績で卒業した。2011年、セザール賞受賞式子役だった兄の仕事場について、行った際にスカウトされ、3歳よりコマーシャルに出演し、主にテレビドラマで子役として、 活躍、一家を経済的に支えるまでになった。1972年に、ジョディ・フォスターのライオン物語で、映画デビュー。1976年公開のマーティン・スコセッシ、監督作品、タクシードライバーで12歳の少女賞フアイリス役を13歳に、して演じ、全米映画批評家協会賞助演女優賞や、英国アカデミー賞助演女優賞などを受賞。 アカデミー助演女優賞にノミネートされ、高い評価を得た。しかし、この映画は同時に多方面に影響を与え、ジョディの熱狂的なファンを受賞するジョニー・ヒンクリーによって1981年に、レーガン大統領暗殺未遂事件が発生。この事件に衝撃を受けたジョディは、一時期映画界とは距離を置いた。1984年公開の、ホテルニューハンプシャーで、 本格的にスクリーンへ復帰以降、1989年公開の告発の行方と1991年公開の羊たちの沈黙でアカデミー主演女優賞を受賞。人気、実力ともにアメリカを代表する役者の地位を不動のものとした。1991年にリトルマンテートで映画初監督。 自ら設立した映画制作会社エッグピクチャーズプロダクション制作の第1回作品、ネル以降は映画プロデューサーとして映画制作も行うなど活動の幅を広げている。また、フランス語を流暢に話せるので、フランス語版の吹き替えはほとんど自身で行っている。未婚のまま1998年と2001年に男児を出産。 2007年12月のロサンゼルスでの式典で15年来の交際がある映画プロデューサーのシドニー・バーナードについていつもそばにいてくれる美しいシドニーに感謝と謝辞を捧げたところレズビアンであることをカミングアウトしたとして一斉に報道されたなお2008年5月破局したとの報道がなされた2013年1月の 第70回ゴールデングローブ賞受賞式において自身が同性愛者であることをほぼ公表した。2014年4月パートナーの女性写真家アレクサンドラ・ヘディソンと同性結婚にした。1989年3月29日告発の行方で主演女優賞を受賞した第61回アカデミー賞の教会理事主催パーティーにて今週のクローズアップ。 ジョディ・フォスター・ウィンズベストアクトレス1989オスカーズオスカーズ2020年12月17日閲覧ジョディ・フォスター・ウィンズベストアクトレス1992オスカーズオスカーズ2020年12月17日閲覧ジョディ・フォスター ハリウッドフェコンフューンスアメスシュア、studio magazine.fr、オクトーバー3、2007、ジョディ・フォースター。tcm、2009年8月16日閲覧。ゾスロ、ジェフリー、ジョディ・フォースター、s スワザースターリングロール。 USA t d a y HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.USAWEEKEND.COM スラッシュ02シューズ020303 020303フォスター HTML ハットジョディフォスターカムズアウトウィズエモーショナルトリビュートーハーガールフレンドオブ14イヤーズ daily mail,http コロンスラッシュスラッシュ www.dailimail.co.uk スラッシュページーズスラッシュライブスラッシュアーティクルズスラッシュショービズスラッシュ showbiz.news.html in article id イコール50万1256 and in ページ id イコール17732012年10月20日閲覧 サンスポ、コム、ジョディ・フォスターが、同性愛告白、噂される女性に謝辞。2007年12月16日閲覧。ジョディ・フォスター、同性愛の恋人と破局シネマ・トゥデイ、2012年10月20日閲覧。米女優、ジョディ・フォスターさんが、同性婚。 CNN 2014年4月24日閲覧。当初はシビックの4ドアセダンバージョンのフェリオのみに起用されたが、途中から3ドアハッチバックにも起用。ジョディ・フォスターが女性のための映画祭で生涯功労賞を受賞。シネマトゥデイ2015年1月13日閲覧。ありがとうございます。